マイクでこうやってちゃう。あ、これでやる、うん、あなたがしゃる。何も必要ですか。はい。あれ、今日はネット、ネット入れますか。あ、入れてもらっても大丈夫。またすぐに入んないんで時間かかる。じゃ途中で喋ろう。ね、じゃあ、で、なんか聞いてますよ。うん、じゃあまだ入ってないから。はい、はい、どうもどうも。劇場レディーバード第3回。この間6月3日に、なんだっけ、いい歌姫祭り、どうもありがとうございました。あれから2週間経ちましたけど、劇場レディーバードなので、アキナの歌はやれたらやります。これちょっとアキナのイメージなんですけど、今日この衣装は途中でぐるぐるぐるって回って全然別の柄になりますので、よろしくお願いします。だから今後ろは見せないんですけど、逆にしたらまたぐるぐる回します。はい、じゃあともちゃん何かお話は。教えてもらって、若い子はいろいろしてますね。回っちゃうよ。あそこのライブハウスもやってくれるといいね。回っちゃうの、どうする、ここが回っちゃう。え、それゆるい、うん、ここが回っちゃうとか、ここか、これだ。じゃあ時はグッと回す。オッケー。また。オッケー。できたぜ。オッケー。あ、なんか引っ張った。ちょっと高くした。どうしたいの？もっと伸ばしたいの？ちょっと高くした。高くした。ちょっと高くした。あ、そう。オッケーで。オッケーで。ありがとうです。ゲーム覚えました。で、今度その写真撮っとくか。ね。この携帯をね。じゃあジュオの曲やります、うん、この前ね、そう、歌姫祭りの時レディーバードでやった歌がヤングマンでした。ヤングマンで昭和歌謡もやってましたよね。タイムリーだったから、なんかどこもかしこもヤングマンをやっていたような。そうね。でもうち家族に見せたら、最後みんなやってなかったぞって言ったら、ちょっとあれフルコーラスでやるとだれるって言われたんで、ダメ出しされました。フルコーラスやっちゃったんだね。やっちゃったんだ。